皆さんどうもピーマンです。今回はお知らせ動画になるよ。もしよかったら聞いてくれよな。お知らせというのはですね、前の動画でも言いましたが、私ピーマン来週の月曜日9月の7日からこの YouTube にてゲームの生放送実況を始めていきますよ。今回はその詳しい内容を紹介していくからね、耳の穴かっぽじって聞いてくれよな。よろしく。まず日時から紹介していきますよ。先ほども言いましたが、日時は来週の月曜日、2日後の月曜日の9月の7日から始めます。時間は午後6時、夕方の6時から7時まで1時間を予定してます。実況するゲームはですね、生放送初めてになるんでね、どのゲームをプレイしようかでかなり迷ったんですけどね、あっちもいい、こっちもいい、やそっちもいいな、お前もいいじゃんっていうのがたくさんあったんですけど、迷った挙句、まあ、最近非常に人気のあってやってる方が多い Wii U のスプラトゥーンというゲームを生放送実況1回目でやっていきますよ。楽しくやっていく予定なので、もしね、この時間帯空いてる方がいたら、お暇な方がいたらですね、ぜひぜひこの YouTube の生放送実況を見に来てくださると嬉しいでございます。そしてもう一つ。私ピーマン、現在のこの動画を撮影してるパソコンはですね、まあ、安いノートパソコンを使って撮影してるわけね。これちょくちょく言ってますが、なのでね、もう多少の低画質、多少の音ずれっていうのは目をつぶっていただけたらなと思う。ちょっと音ずれひどいかもしれないけどね、この辺ひどいかもしれないんだけど、それでもいいよっていう方のみ生放送に遊びに来てくださると嬉しいです。いやいや、もうそんなダメだよ、ふざけんなよと、高画質でいいだろう、ふざけんな、低画質なんて見るわけねえよという方は避けた方がいいかもしれない。くっそモザイクみたいなのかかると思うよ、多分俺の生放送かかるかもしれないからね。卑猥なことやってるみたいな、YouTube 公式からアカウント消される可能性もあるのでね。まあ、そういう低画質、訪れ許せないという方は来ない方がいいかもしれないね。低画質、ウェルカム、ウェルカム。訪れ何の問題もない。パンツと音はずれた方がちょっといいんだという方のみ遊びに来てください。そして僕自身も生放送は初めてになるのでね、ものすごくグダグダになるでしょう。パニクるでしょう。緊張してますよ。でもね、でも、普段通り皆さんに楽しんでいただけるような生放送にしていけたらなと思いますのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。先ほども紹介しましたが、生放送実況1回目は Wii U のスプラトゥーンを、プレイすることになりますが、この生放送ならではのね、ゲームの実況というのも考えてますので、普段の実況動画では出さない生放送限定実況ですね。今んとこ考えてるのがね、ネットゲームだね、やっぱオンラインゲームだね。あのモンスターハンターフロンティアとか、そして最近配信されたドラゴンズドグマだっけ、ああいうのをね、このこちらで生放送でやっていけたらなと思う。これを機会に始めようという方がいたら共にやってみたいね。そしてまあ、ここでお知らせは終了なんですけど、もう一つあります。私の弟がですね、この YouTube にて動画を出し始めました。チャンネル名は春チャンネルというチャンネルになりますね。こちらではね、なんか弟が好きなエアガンの動画だったり、まあ、そしてその他いろいろと楽しんでいただけるような動画をですね、投稿していこうとしてるので、興味を持った方ぜひね、弟のチャンネル春チャンネルにね、遊びに行ってみてくださいな。そのチャンネルの URL はですね、動画の説明欄に貼っておきますので行ってみてね。はい、今回はお知らせ動画でございました。まず一つ目が生放送をやっていきます。9月の7日午後6時からやっていくので、遊びに来てねとのことだ。そして先ほど2つ目紹介しましたね、弟がチャンネルを作りました。春チャンネルと言います。エアガンやね、その他面白い動画を出していく予定なので、興味を持った方はぜひ遊びに行ってみてください。チャンネル登録もしてくれると弟は喜ぶかもしれない。俺もね、もしかしたらあっちで登場するかもしれないからね、まあわからないけどね。はい、見てくださった方々ありがとうございました。生放送非常に緊張しますが、楽しんでいただけるように頑張っていきます。また生放送でご会いしましょう。Goodbye.